こんにちは、わしみです。今日もメッセージをいただいたのでそちらにお答えしたいと思います。今日いただいたメッセージは、3ヶ月ほど前から原因不明の両上腕、特に左の、痛みに悩まされています。肘を90度以上に折った時や、物を取るのに伸ばした時に角度によって三角筋の底支部あたりに激痛が走ります。普段の痛みは感じないか、少しだけですが、日常的に不便です。片手万歳は角度によって少しだけ痛みます。キラキラグーパーも、試し始めました。何か良いやり方があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。追伸、この症状が出る前に、右大腿部の、痛みが半年続き、整形外科で腰椎の炎症と言われ、シップ療法で治らず、整体の骨盤矯正で1日で治りました。今回もなるべく整形外科は外科へ行きたくなくて、なんとか試しています。整体では頸椎の歪みと言われていますが、ボキボキするのは苦手なのでやめています、ということでした。で、まず痛みですね、三角筋の低支部で、上の曲げ伸ばしということは、上腕筋の起支部のところになるので、その上腕筋が何かあるのかなとは思うんですけれども、ただその椎伸のところで大腿部ですね、右大腿部が痛くて、ただ上半身が左の方ですね、特に左の上腕部が痛いということなので、もしかしたらなのでちょっといきますね。で、まず、頭があって胴体があって、あと足があってですね。で、右ですね、右の方が先ほどちょっと書いてたところだったら、右が痛いですよ、ただ手は左が痛いですよっていうことなので、もしかしたら頭ですね、ほっぺたっていうか、ほっぺた、こちらの首、左のほっぺたとか首が原因かもしれないので、今日はちょっとそちらの方、おすすめ、ちょっとご紹介したいと思います。っていうのが、こちらの方ですね、ほっぺたとか首が引っ張ることで、ここの左の上半身がこっちの前にくるんと、回ろうとして、これが引っ張られてこう行こうとします。でこう行こうとするとアンバランスなので、この右の足でもってこっちにこう回そうとすることで、両方の回すのを相殺してやって、今までまっすぐしてたものでバランスをとってたのが、痛み、結局これをギューッとしてることで痛みが強くなって、ということで病院とかだったら腰椎ですね、この足の力で腰をねじることになるので、ここが炎症を起こしてますよとか、この骨盤を矯正することで右の痛みがなくなるということは、これがなくなったということは、この前に出そうっていうのがなくなって、左の前に出そうというやつが残ってしまっていって、でこうしよう、こういう風になっているので、腕を曲げようとすると、腕を曲げるときに筋肉が要は縮むっていうことで、こう体全体をもっと前に出ようとすると、ちょっと前に出てるのをもっと前に出そうとすると動きにくくなるので、この肩周りをグッと固定させてギュッと動かそうとするっていうことで、こっちに入ってる時に新たにこっちに行こうとするのを、こっちに戻そうとする力のこの引っ張り合いの、こういうもので持って出てるのかもしれないので、大元のこいつですね、この引っ張ってるものをのケアをお伝えしたいと思います。一応実験的なので、ご自分でほっぺたですね、ほっぺたを反対の手、こちらの方が特に痛みが痛いですよっていうことなので、痛みがちょっと広く、特にない右で痛みがあるんですね、あるんですけど、マシな方の、右側でほっぺたを10回ぐらいさーっと撫でてもらって、上から下に今度首を10回さーっと撫でてください。これを3セットぐらいずっと
続けていただいたらいいと思います。で、ただこれで触れる圧がものすごく弱くしてもらいたいので、もし、講習会とかに行かれてはなさそうなの、見よう見まねでということなので、フェイスブラシですね、あのメイクで使うブラシとかがありましたら、ブラシで上からさーっと撫でる、さーっと撫でるというふうにほっぺたと首をさーっとずーっと撫でてください。あの圧が良くない人は手でもいいんですけど、もしかしたら圧が強すぎるかもしれないので、フェイスブラシっていうのがあるので、それでさーっと10回を3セットぐらい撫でてもらって、その後にちょっと動いても、あの肘を動かしてもらった時に痛みが弱くなってたりすると、ここが原因かもしれないので、それをずっと継続していただいたらいいのかなと思います。で、あともう一個は、キラキラグーパーですね。キラキラグーパーも試し始めましたということなので、キラキラグーパーが痛みに関してはものすごく有効なので、こういうところが痛いんですとか、痛いところに触れて深呼吸、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、吸って吐いて、ふー、グッパグッパ、キラキラキラっていうのを痛い場所ですねで試してもらうのが一番いいのかなと思います。まあ実験的にちょっとほっぺたの首を撫でるっていうのを、3回を10セットか、10回を3セットぐらいしてもらって、ちょっとこういうふうに曲げ伸ばしをしてもらって、痛みの変化でちょっと様子を見てもらったらいいのかなと思います。それをプラスして、あとは痛みに関してはキラキラグーパーがものすごく有効なので、そちらを試していただいたらいいのかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。